皆さん、こんにちは。これは不思議の国のロベルコーテス。今日は恐竜の谷をご紹介したいと思います。恐竜の谷は千年の古いガードサボテンの小さな保護区です。このエリアは1200以上の強大なカルドンが生息していることからそのように呼ばれています。恐竜の谷の形式は谷息を飲むようです。カルデンはメキシコ原産のサボテンであり、サボテン科に属する種でかなり大きく成長します。それらは高いさ20メートルまでの柱形サボテンの大きな木を形成し、直径1メートルまで頑丈な茎を持ちます。両側は一般的に11、15で、背は溝になっています。時は1か小から約20光背、10センチ以上の長さにもなりますが、花の周りにはほとんどないです。この花は昼間に開いて夜間に閉じます。面白くないの？しかし夜になる時にはすごく具合だと思います。この姿は砂漠の中の行事の思わせませんか？主夜を問わずに静かになれば行事の腕を通してささやく海から新鮮な風を吹き込んでくることは離れて聞くことができます。恐竜の谷は訪問する魔法の場所です。その上にカルドンは食べ物になることもできます。実は先住民族のセリ族は本場食用兵の裁量儀式灯油に用いです。メキシコはいつもあなたのお越しを持っています。このビデオを見てくれてどうもありがとうございます。